こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。ね、見て、最近さ、蚊に刺されすぎてすごい夏感じてるんですけど、もう福岡はね、梅雨過ぎ去ったんじゃないかなってぐらいカラッとした天気で、最近は暖かくなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週に引き続き6月末で上半期が終わるということで、今宵の動画は上半期ベストコスメを紹介していきます。先週はですね、上半期ベストスキンケアをご紹介したと思うんですけど、コスメがねたくさんあるのでなかなか選べないと話しましたが、もうね頑張って厳選しました。今年の上半期もね、ほんとたくさんコスメ買ったりもらったり、大量にある中からね、なるべく部門の中で被らないように1個ずつベストコスをね紹介できたらいいなと思います。今回ね、プチプラとデパコス分けて紹介しようかなと思ってたんですけど、まあ、割とね結構少量に絞れたので一緒に紹介していきます。まあ、これからのね、暑くなる夏の季節にも活躍しそうなアイテムばかりなので、ぜひとも参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。まあ、今年もね、マスク生活が続くということで、マスクしててもメイクが崩れにくい、そういった下地を探してて、上半期もね、いろんな下地を試しました。中でも最も良かった下地が2つあります。まず1つ目がこちら。&B の UV ミルクでございます。今年の上半期のね、メイク動画で散々紹介してきたので、あ、やっぱりなと思った方もいると思うんですけど、大きいサイズもね、追加で買うぐらい私はお気に入りです。ベージュとね、白色の2色あるんですけど、私はね、どちらかというと、こっちの白タイプの方が好きですね。白浮き全然しないですし、ベージュタイプだとね、若干暗いかなって私は思いました。白くなりすぎず、透明感が出るような下地でございます。まあ、下地というか日焼け止めで SPF が50で PA4 プラスあります。すごいね、紫外線対策しっかりできるので、肌もトーンアップするし、近場に出かける時はこれ1本でも十分なんですよ。私的に嬉しいなって思うポイントは、石鹸で落とせる部分と乾燥しにくい保湿力があることです。まあ、結構ね、崩れにくい下地だったり日焼け止めっていうのはね、肌がパサってなったり、マスクしてるとね、さらに崩れやすくなったりすると思うんですけど、これはね、比較的崩れにくかったです。で、2つ目がですね、スプリークのエッセンスグロープライマーでございます。これもね、上半期のメイク動画でたくさん使ってきたので、やっぱりなって思いましたよね、きっと。さっきのアンドビーこっち側に塗ったんですけど、比較するとね、ピンク味がかった下地になっております。SPF20 で PA2 プラスとね、若干低めではあるんですけど、下地にしたらね、十分なんじゃないかなって思います。色味がね、ピンクベースなので肌にね、血色感を与えてくれまして、パッとね、肌が華やかになります。まあ、エッセンスグロープライマーって名前だけあって、すごいね、肌がツヤツヤとした仕上がりになりますし、毛穴のね、凹凸とかもすごい綺麗にしてくれます。続いてがファンデーション部門です。まあ、上半期もね、クッションファンデ、リキッドファンデ、いろいろね、買ってきたんですけど、選ばれたのは一つだけでした。ちょっと皆さんね、上半期のベスコス予想しながら見てみてください。ファンデーション部門はこちらです。ドクターエルシアのファンデーションでございます。上半期これしか使ってないってぐらいズバ抜けて良かったです。見た目的にはクッションファンデなんですけど、普通のクリームタイプのファンデーションですね。上半期使いすぎてね、もう底見えしちゃってるんですけど、ベージュ系とホワイト系、あとピンクも入ってるかな。すごい汚くて申し訳ないんですけど、マーブル模様のファンデーションでございます。まあ、これが何がいいかと言いますと、とにかくマスクでも崩れにくい。とんでもないカバー力があるってわけではないんですけど、ある程度の赤みとか、肌トラブルとかはカバーしてくれます。今も実際に使ってるんですけど、ツヤ仕上がりのファンデーションです。これがね、本当にやばいって気づいたのは、朝メイクして仕事終えてから夜から友達と宅飲みをしたんですよ。それも朝5時ぐらいまでずっとお酒飲んでて、お酒そんな強くないので顔も赤くなるし、結構ね、肌が温まって化粧が崩れやすいんですよ。ファンデーション浮いて溶けてきちゃったりしてたんですけど、それもないし、で、そっからね、化粧落とさずに昼まで爆睡してた日があったんですけど、それでもね、崩れてなかったんですよ。逆に怖いなとは思ったんですけど、もう本当に信用できるファンデーションなんで、皆さんに全力でおすすめします。私の肌質に近い乾燥肌さんだったり、混合肌の方っていうのは、もう絶対たいって言ったらあれなんですけど、試してみてほしいです、これ。ファンデーション1個って言ったんですけど、ファンデーション、まあ、ベース部門でもう一つあります。それがまたまた&Bのファンシーラーでございます。名前がファンシーラーって言うんですけど、ファンデーションとコンシーラーが合体したベースアイテムでございます。ちょっと使い方汚いんですけど、私が使ってるのがライトベージュとオレンジのお色味です。
2色色出してみるとこんな感じです。最初ねパッと見た時にこのライトベージュに関してはファンデーションだったりコンシーラーとしてね肌トラブル隠せるかななんて思ってたんですけど、このオレンジのね使い方がわからなかったんですよ。でね撮影の時にメイクさんに教えてもらったんですけど、このオレンジをクマにまず塗るんですね。最初さクマにオレンジ塗り始めた時に暗いのにさらにオレンジ塗るんですかみたいな。で案の定ねクマに塗ったらやっぱりクマさらに悪化してちょっと赤っぽくなる。なんでオレンジを塗るんだろうって思ってたらね、この上からライトベージュを塗るんですよ。したらすごいことにクマがなくなるんよ。そんな組み合わせの仕方でクマなくすんだと思って、これ超感動して毎日やってます。カバーしたい、保湿力欲しい、クマ気になるなんて方はぜひ使ってみてください。続いてアイシャドウ部門ご紹介しようと思うんですけど、今回頑張って頑張って厳選して2つに絞りました。まず1つ目がマモンドの4色アイシャドウ5番でございます。目元がねパッと明るくツヤツヤでキラキラになるピンクタイプのアイシャドウでございます。色味出してみるとこんな感じです。結構ね控えめな発色とラメ感なんですけれども、この上品な仕上がりが私的にすごい好みでした。最近ピンクメイクすることがすごく多くなってきて、それこそパーソナルカラー診断行ってこういったピンクが似合うよって教えてもらってから挑戦するようになって、結構ねそれで使うようになりました。なのでブルベナッツさんとか特にね似合う色味なんじゃないかなと思います。でもう一つがこちらペリペラのオールテイクムードパレット4番でございます。マットとラメ含めて8色入っているパレットなんですけれども、この横長のねパッケージっていうのがなかなか新鮮で、縦幅はねまあまああるんですけどスリムな作りになっているのでバッグにも入れやすいですし、発色もちろんなんですけどこの形が私好きなんですよね。全色色味出してみるとこんな感じです。かなりね発色が強いですし、一塗りで相当色がつくので幅広いメイクに対応できますし、加減によってはねナチュラルメイクもできるし、 K-POP アイドルのような派手めなメイクにも作ることができます。このねラメちゃん2つが可愛いんですよね。しっかりとした大粒なラメと小さい粒のラメが入っているので、涙袋のメイクっていうのもすごい可愛くなると思うし、これ1つ持ってればねいろんなメイクができます。で続いてがグリッター部門なんですけれども、選ばれたのがこちらです。ペリペラの S リキッドグリッター1番でございます。今実際に塗ってるんですけどピンク系のラメでして、これ使ってね涙袋メイクしてる日はねどこのか聞かれるんですよ。絶妙な粒の大きさ加減でしっかりとね光が当たった時にラメが反射してくれるので涙袋がキラキラして見えます。ピンク系でね血色感もあるし、先に塗ってるアイシャドウの邪魔をしないところがね私的に好きなポイントです。てなわけでどんどん紹介していきたいと思うんですけど、続いてがライナー部門です。こちらのキャンメイクの 3way スリムシェードライナー1番でございます。涙袋ラインとしてね私はよく使ってるんですけど、本当に使い勝手がいい薄さなんですよ。私がよくメイクで使うのはここの涙袋の影ラインですね。そしてこのまつげの生え際、三角ゾーンにも色を入れていきます。これ絶対毎日する。上半期はね垂れ目にするメイクっていうのにすごいハマってたので、この目尻部分に影を入れてから若干目尻が下向いてるように見えて優しい印象があるので、ぜひねデートメイクとかでもね使えるアイテムですので使ってみてほしいです。とかねかなり薄いのでスクールメイクの時にねアイラインとして使ってみたり、ナチュラルだけども若干影を入れたい時、凹凸をはっきりさせたい時とか使えるアイテムです。で続いてがラストなんですけれども、最後はリップ部門でございます。リップはシャネルのルージュアリュールラック64番でございます。これ誕生日プレゼントでいただいたリップなんですけれども、一番使ってるんじゃないかなってぐらいお気に入りです。保湿力すっごいあるし、塗り直してもずっと綺麗なままでいてくれる。色味もねピンクで私的にね挑戦しづらいかなって思ってたんですけど、血色良くなるし肌に馴染むんですよね。まあここ最近ずっと流行ってる粘膜色系のお色味なので、ピンクだけども合わせやすい方のお色味かなって思います。まあそれこそねメイク的には好印象を与えるような発色なので、まあデートだとか面接とかね勝負する時にねおすすめしたいリップでもあります。これ何回塗っても綺麗になるから、重ね塗りしたくなるリップですかね。ハベにもしにくいので私的にありがたいなと思います。てな感じで最後かな。もう今回はね結構
構頑張って絞ったんですけど、皆さん何か予測してたの当たりましたかね。今回の上半期ベストコスメの中で私が最も皆さんにおすすめしたいなと思うのはこちらのファンデーションです。いやね、どれもいいんですけど、やっぱこのファンデーションだけは最強だし自信を持たせてくれるアイテムなので、肌質が合いそうで今ファンデ難民だよって方使ってみてください。コロナになる前はね、ポイントメイク重視でね、よくこだわったメイクコスメ選びとかしてたんですけど、マスクするようになってからね、もうポイントメイクよりも何よりもベースメイクにこだわって、試しては失敗してっていうのを繰り返してたんですけど、ようやくベースメイクも安定期に入ってきたかなって思います。多分下半期に関してもね、ベースメイクあんま変わらないと思うんですよね。なんで2021年年末にするベストコスメでこれらがね出てくるとは私思うんですけど、もしかすると皆さんがね私におすすめしてくれたコスメが良すぎて、これを抜いてからもっといいものに出会える可能性もあるかもしれないので、ぜひ視聴者さんのですね、上半期のベストコスメなんてありましたらコメントしていただけると嬉しいです。先週のベストスキンケアもですね、コメント欄かなり賑やかになっていて、全然ね知らないスキンケアとかあったりコメントしてくれた皆様本当にありがとうございます。てな感じで6月がもう終わってしまうんですけど、早すぎますね。もう上半期にね下半期に突入しますが、下半期もねもっともっと美容を追求して可愛くなりたいなと思います。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。